このベータがお供します。いつもお疲れ様です。たまには少しリラックスして元気を取り戻しちゃいませんか。今日はベータにお任せあれ。私は戦いが好きなわけじゃない。それどころか戦う意味も必要性も見つけられないまま、私は人を殺すことが恐ろしくて仕方なかった。初めて人を殺した時のこともよく覚えている。あれは本当にひどいものだった。剣を通して伝わってくる鼓動が不気味で、私を掴む腕の強さが恐ろしくて、結局私はとどめを刺すことができなかった。でも今は違う。私はもう戦う意味を、その必要性を知っている。それはあのお方、シャドウ様のため。そのためなら何だってできる。あんなにも恐ろしかったのに、今では躊躇なく人の命を奪うことができる。シャドウガーデンの一員として、シャドウ様が目指すもののために私は戦う。別に戦うことが好きになれたわけじゃない。でもそれがシャドウ様にとって必要なことならやる。ただそれだけのこと。私にとって幸いだったのは、好きではないことも上手にやれたこと。シャドウ様にとって必要ならうまく戦うことができる。シャドウ様にとって必要ならうまく殺すことができる。シャドウ様にとって必要なら、だから私は吸血鬼を殺して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 、それは本当に必要だった。やらなきゃ、こちらがやられてました。もっと別のやり方はなかったの？みんなのために必要だったんです。だから私はうまくやりました。うまくできました。本当に？私は信じています。これは全て必要なこと、シャドウ様のためなのだと。でもどれだけ殺しても、どれだけ非道をなしても、もうシャドウ様は。そんなはずありません！でもシャドウ様は負けて、敵を華麗に蹴散らしました。いとも簡単に殺され。いいえ、人たちで切り捨てました。シャドウ様は。そうだ、そこにいらっしゃるじゃない。そうだ、我はここにいる。主様。ベータ、いや、我が麗しの姫よ。苦労をかけた。そんな、麗しの姫だなんて。それにこのベータ、主様のためなら何も苦ではありません。可愛らしいことだ。さて、状況を聞こう。我の出番か？はい、状況は依然厳しいままですが、主様がいらっしゃるなら。主様、先ほどから何か考え事でしょうか？さようでしたか。私のためにそんなことまで。私、憧れていたんです、敬愛する主様とおとぎ話の姫のように結ばれること。ああ、私は幸せ者です。こうして主様のおそばでその声をお聞きできるのですから。主様は私のすべて。主様がいらっしゃれば私はどこまでも歩んでいける。強くなれる。主様がいれば。え？はい、もちろん聞いております。
主様のお心のままに。主様の道を阻む者、主様に牙を向く者、全部私が倒してみせます。え、主様が直々に？でしたらこのベータ、どこまでもお供いたします。たとえ地獄だろうと、私は